皆様にとって多大なるご負担と今日開会した県議会6月定例会に県は一般会計で183億1500万円の補正予算案を提案しました。このうち物価高対策として中小事業者への電気ガス代の支援などの費用73億3900万円を充てています。また5類移行後の新型コロナウイルス対策として入院医療費の自己負担分の補助や医療機関の空床保障の費用など91億5900万円を盛り込みました。物価高騰等への対応のほか新型コロナウイルス感染症への対応やウィズ・アフターコロナにおける経済の発展的回復に向けた LX の実践の取り組みなどに時期を逃さず対応するための経費について予算を計上しております。県議会6月定例会は来月4日まで開かれます。